会話傍海、または会話会は会話の周囲に存在する開発室の大脳皮質領域。大脳内側面の脳界の一つである。この領域は記憶の符号化及び検索において重要な役割を担っている。この領域の全部は吸収皮質及び球内皮質を含んでいる。会話防皮質という用語は会話傍海の後部と防水上界の内側部を指して用いられる。 会話棒会場所領域は会話棒皮質の改良域で風景の符号化と認知に重要な役割を持つ。フメリー研究により、この能領域は被験者が自然風景や都市風景などの画像のような地理的な風景の刺激を提示された際に高い活動を示した。この領域はラッセル・エプスタインとナンシー・キャンウィシャーによって1998年に 初めて記述されたとアリアミット医者による同様の論文も参照。海馬房海馬所領域の損傷は風景の中にある個々の物体は認識できるにもかかわらず視覚的に風景を認識できなくなるという症状をしばしば引き起こす。海馬房海馬所領域は顔に対して特異的に活動する必須領域でありかを認知に重要な役割を持つと考えられている。 防水上海側領域と補完し合う関係にあると考えられている。さらなる研究によって、右の会話妨害は、視覚背景を文脈に当てはめる以上の機能を持つことが示唆されている。キャサリン・ P ・ランキンらによる研究は、この領域が、言語コミュニケーションにおけるパラ言語的な要素を含む、社会的なコンテキストの識別に重要な役割を持つことを示唆している。ありがとうございます。